はい、今日泊まったゲストハウスグローリーさんです。だめさオーナーのせんさん、先日じゃあ,あ顔がごめんなさい。明るい方もこうかな。こっちこっちがいいかな？<laughs> い,いー <laughs> はい、せいさん。じゃあこちらで宣伝してくださいね。いはい、うどうぞここの1万8000円って部屋が、うん、目に入ったんだけど、どんな部屋ですか？ で、あれはね、うん、ファミリルームでね、うん、家族で来たり、うん、で、会社だったら、単体で一緒に、ねうん、接待とかねれれ、すごい、スクリーンが大きいのがね、うん、ねあるのね。 あそこぜひ6人で泊まれるのね、うん、映画も見られたり、うん、お食事作ったり、うん、ちょっとの料理を作って、うん、飲み会とかとても、ね、力入れたお部屋なのね、はい、いつもいつもお花を揃えてお迎えしてくれるのね <laughs>、はい、私のなんか趣味なようなお部屋を作ってみました、うん、すごいねんなで楽しくにもお願いします <laughs> ね6人でねあ6人泊まれるから3000で泊まれるんだもんね、うん すごいすごい、まあ。みんなで同じ仲間がいることは楽しいですょね、うんうん。楽しいよね。うん、ぜひやってみる。<laughs> 韓国なのね、お,うん、お姉さま大好きよ。今後また頑張って。いつ,いつまでも。安く食べて。<laughs> べて <laughs> 私はえっと今日私が泊まったのは一二三四回？四回。四回、うん、の。 お部屋で3000円で朝食500円で安く泊めていただきましたありがとうございました,ま,したまた来るね <laughs> バイビー